皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹内でございます。はいびきのコツということで、1本目の動画では左手の半紙、2本目の動画では右手の半紙、そしてこの3本目の動画では機材とかセッティングについてのお話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。本当に極端な話、そのギターのセッティングとかが悪いと、早弾きというのはなかなか、できないものなんですよ。本当に上手い人というのは、そのギターのセッティングが多少悪かろうと全然早く弾いちゃったりとかするんですけれども、やっぱりある程度知識がある人は、早弾きをするギターというのは、ちゃんとこの早弾きをするなりのセッティングをちゃんと施しているわけなんです。その辺の話をベラベラとさせていただきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。といっても、そんな大した話は出てこないんですけれども、よかったら参考にしてみてください。とりあえず、早弾きをする上で、まず一番大事であろう要素は、その弦の弦高ですね。弦高、ギターの弦高について、こちらがとても大事になる要素かと思います。弦高高いギターで早く弾けないことはないんですけれども、やっぱり最初のうちは特にちょっと低めにセッティングしたほうが、割と導入しやすいかなという感じです。一つの簡単な診断方法として、1円玉診断をしてみましょうか。1円玉診断。1円玉で簡単にできてしまう原稿をチェックという感じです。1円玉を用意してくださいませ。で、この1円玉で何をしたいかというと、この12フレットのところにちょっと突っ込んでみてほしいんです。12フレットのところに突っ込んでみてほしいんです。で、こんな感じで、6弦と5弦の間に1円玉が挟まったならば、割とこれは弦高低いギターです。もしそのままスカーンって落ちてしまうようだと、ちょっと高めのギターという感じですね。で、同じようにこの高音弦側、1弦、2弦、3弦とかも通してみて、1円玉がしっかりととどまるようならば、結構弦高低いギターという感じです。1円玉の厚みって大体 1.5 センチじゃ、1.5 センチはでかすぎる、1.5 ミリなんですけれども、6弦側で 1.5 ミリ。は、これ結構低いセッティングという感じですね。割と弦高ベタベタな人でも6弦側が2ミリという人もよくいらっしゃるので、僕のセッティングはこれかなり低めと言えます。1.5。で、早弾きめちゃくちゃする人というのは結構1ミリに近いギリギリのセッティングをすることが多いので、軽くとどまっているんですけど、多分1弦側が本当に 1.3 とか 1.4 ミリぐらいという感じなんでしょうね。もっと下げることは可能ですけれども、僕のギターのセッティングは今こんな感じという感じです。12フレットで6弦側がだいたい 1.4 とか、で、この高音弦側が多分 1.3 とか 1.4 とか、多分そのぐらいのノリだと思います。もちろんちゃんと測るときはこんな1円玉じゃなくて、ちゃんとノギスとか使って測らなきゃいけないんですけれども、簡単な診断としてはこんなところです。もし皆さんのギターで1円玉診断をしてみて、6弦側がスパーンと落ちたりとか、1弦側がスパーンと落ちたりしたならば、もうちょっと下げてもいいかもしれません。一つの目安として、1円玉を2枚重ねると、その3ミリに、約3ミリになるんですけれども、約3ミリの状態で6弦がスパーンと落ちたりとか、1弦がスパーンと落ちたら、結構高めです。6弦3ミリはなくはないなという感じですけど、もうちょっと落としてもいいと思います。1弦3ミリは結構男らしいセッティングです。なので、その弦高調整をしてみて、もうちょっと弾きやすいやつに調整をしてみてもいいのかなという感じです。弦が低いと、もちろんフィンガリングがしやすくなるわけですよ。弦が高いと、フレットを押さえるまでに少し距離が生まれてしまうわけじゃないですか。この距離をできるだけ小さくすることで、早弾きしやすいセッティングを実現する、早弾きしやすい環境を実現するという感じなわけです。なので、複数本ギターを持っていらっしゃったら、1本は早弾き専用ギターとして、いろいろセッティングをして調整してみても面白いのかなという感じです。で、調整するやり方としては、簡単に言うと、このサドルというパーツをいじって下げることです。けど、なかなかこれ一概に言えなくて、あまりこうしろとは言いにくいんですけれども、ネックの状態とか、あとこのナットというこのパーツの状態とかによることも多いので、依存するというか、その関係性で弦高って決まってくるので、サドルを下げればいいというものじゃないんですよ。サドルを下げると音が出なくなったということも全然あると思います。出なくなったらまた元に戻せばいいので、そんなに重症じゃないんですけれども。なので、あまり詳しくない方は普通にお店に持って行って、ちょっとこれ弦高高いから少し低くしてほしいですよって言えば OK です。まあ、買った購入した楽器屋さんに持っていくのが一番いいんですけれども、まあ、近くの楽器屋さんに持っていって、ちょっとこれ原稿高いから少し低くしてほしいんですよって言えば、何かと解決かと思います。そうするとお店の人がね、そのネックの状態とか、ナットの状態とか、サドルの状態とか見てくれたりとかして、原稿を下げることができるという感じです。あまり知識がないうちは、そのネック調整とかはあまり手を出さないほうが良いかと思います。特にナットとか1回削っちゃったりすると、もう取り返しがつかないので、あんまりおすすめ、手出しするのをあんまりおすすめしません。そんな感じで、原稿がまず一番大きなファクターかなという感じです。で、あとは弦の太さというのも大きなファクターですね。もちろん弦が太ければ太いほど、その押さえるまでに力が必要になってくるので、運指がしづらくなってしまうわけです。なので、まあ、一番細い0942という弦を使う、エクストラライトゲージを使うというのも一つの手です。ちなみに僕はもうほとんどのギターにこの0942という一番細い弦を貼っております。まあ、一部こういうギターはちょっと例外ですけれども、こういうギターもありますが、まあ、大体0942という弦をギターに貼っております。こんな感じ。とりあえず弦に関してはそんなところでしょうか。で、これはまあギター買っちゃったらもうどうしようもないんですけれども、このフレットの形状によっても、その音の立ち上がりというんですかね、弾きしにくい、しやすいかったりとかします。できるだけそのフレットが大きいほうが弾きしやすいギターになるので、もしフレット交換するとか、もしくは中古のギターを探しているとかあった場合は、ちょっとフレットが大きいものを探してみるのも良いかと思います。音の立ち上がりという言葉があるんですけれども、フレットが大きいと音の立ち上がりが速くなるんですよ。で、その結果何が起こるかというと、タッチが軽くなったりとか、結果的にその軽いタッチで音が出せるので、速弾きしやすかったりとかするわけなんです。で、あと、音の出が速いから、この音粒とかもすごいね、クリアに聞こえますし、だからそんな感じで、フレットが大きいほうが速弾きに有利だったりとかしますが、まあ、これは交換するとか、中古ギターを買うときとかに参考になるような話という感じです。で、あとはその出力ですね。これはもう速弾きというよりもそのごまかしの話になるんですけれども、ストラトキャスターみたいなシングルコイルよりも、こういうハンバッカーの出力大きいピックアップのほうが速弾きしやすいです。まあ、ごまかしやすいと言ったほうが多分適切かと思います。ごまかしやすい。やっぱりパワーがない状態でバラバラと弾くと、ミスピッキングしたときとか、その音が出てないときとかって如実に出てきてしまうんですけれども、パワーがあって高出力だと、なんか勢いと音圧でごまかしてしまうので、まあ、速弾きできているふうに聞こえるという感じです。まあ、その辺は、ごまかしのテクニックになるので、ちょっとコツというと話は違うんですが、ちょっとその高出力のピックアップとかをチョイスしてみるのもまた面白いかと思います。で、あとは同じような理由で、歪みをちょっと強くするというのも一つの、コツかなと思います。コツというか、普通にこういう歪みエフェクターの弦をブリブリっとバラバラっと上げて、まあ、ごまかしをかけるという感じですかね。まあ、人によっては早弾きできてないのをその歪みとかを待つでごまかすのは邪道だという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、なんていうんでしょう、イメージとして初心者の段階があるじゃないですか、初心者の段階が、ギター始めたばっかりの段階。で、これが成長してくると、ある程度コードとかちょっと覚えたりするわけですよね。で、この状態からこの早弾きギタリストになるためには、ごまかし期間みたいなのがあるんですよ。ごまかし期間。なんかこのスイーブとかやってて、それっぽく聞こえるけども、よく聞くとできてねえというごまかし期間があるんです。で、このときにミスとか、すごいミストーンとか、なんか弾き間違いとかいろいろ含んでいるけれども、それっぽくできているだけという状態を経て、これが終わると、本当にこのミスとかがなくなって、ブラッシュアップされて、本当にちゃんと早く弾けるようになるんですよ。なので、この状態を楽しむためにも、楽しむためですね。この状態を楽しむためにも、その歪みを強くしたりとか、高出力のピックアップを使うという感じで、そのごまかしを取り入れるというのも面白いと思います。もちろん、この中でずっとうごめいて、ここで終わってしまう人もいるんですけれども、ここにたどり着くためには、この期間というのは絶対必要だと思うので、ちょっといろいろなんちゃって早弾きギタリストみたいなのを楽しんでいただければという感じです。で、もうちょっとエフェクターのこととかでいくとすると、いわゆる、なんていうんでしょう、昨今のスーパーギタリストと呼ばれるような方々は、コンプレッサーというエフェクターを必ずかましております。コンプレッサー。これ、どういうエフェクターかというと、音の粒を揃えるエフェクターなんですよ。音の粒を揃えるエフェクター。イメージとして、なんかこう、4個、ババババッと何かしらの音を弾いたとするじゃないですか。ババババッと4個音を弾きました。で、それぞれの音量があるときは小さいし、あるときは大きい、あるときはすごい小さくて、これがあるときはめちゃくちゃでけえみたいな感じで、こういうばらつきだったとしますよね。これ、もちろんそのまま発してしまうと、もちろんばらつきの悪い音になるんですけれども、コンプレッサーとエフェクターをかますと、極端に言うと、これが全部こう均一になるんです。この小さいところは上に持ち上がって、この余分なところはバッサリとこう切り去って、で、これはまた持ち上がって、こういう余分なところはバーバーと消えてみたいな感じで、こんなエフェクターがあるんですけれども、エフェクターでコンプレッサーというものを使う場合もすごく多いです。例えば、そのレガート、なんていうんだろう。皆さんがそのいろんなギタリストの動画とか演奏とかを見ていく中で、その左手だけのフィンガリングですげえよく音出てるなって思ったことありませんか？例えば、その抜けている。例えば、この右手のピッキングを使う時に。みたいな感じですごいこのレガートっていうんですかね。なんかこのようなこれはコンプレッサーかけてないんですけれども、こういうフレーズを弾いたときにもっとバキバキッと音が聞こえてきた経験ってあるかと思います。そういうギタリストは大体コンプレッサーをかなりがっつりかけている場合が多いです。本当に左手のフィンガリングだけで音が出る状態。いつもピッキングしなくても音が出る状態。コンプレッサーをがっつりかけて、そんな状態にしている場合も結構多いという感じです。で、それは別にもうごまかしというわけじゃなくても、そういう文化だと思うので、別にこれはそんな邪道がうんたらかんたらというものではございません。さっきのそのごまかしとはちょっと毛色が違う感じなんですけれども、こんな感じでコンプレッサーを使う場合も結構たくさんある感じです。で、コンプレッサーを使うと、そのノイズももちろん大きくなってきてしまうので、そこでノイズリダクションとかノイズゲートとかのエフェクターを使うこともあるんですが、そんな感じでいろんなエフェクターを使うことも多々あるという感じです。その辺の詳しいことは、ちょっと別の機会に話をさせていただこうかなと思います。結構長くなってきたので、とりあえずその辺にしましょう。もう一回ちょっとおさらいをしますと、一番覚えておいてほしいのが、弦高のセッティングです。1円玉診断、ぜひ覚えておいてくださいませ。それで結構いろいろこのセッティングの改善ができるはずなので、ぜひ覚えておいてください。で、その弦の種類、細さとかもあったりとかしますし、ピックアップとかの話もあったりとかします。で、歪み量とかでそのごまかし期間を経るということもとても大事ですし、またさらに興味があれば、コンプレッサーとか、あとノイズリダクションとかを使ってもっとすっきりした音を作るというのも大事だったりとかします。そんな感じで、また興味があったらいろいろ調べたりとかしていただければという感じでしょうか。はい。では、3本目の動画は、どっちかというとコツというよりも知識という話になってしまいました。参考にしていただけますと幸いでございます。どうでしたでしょうか。3本にわたっていろいろ早弾きについてお話をさせていただきましたけれども、よろしいでしょうか。参考になりましたでしょうか。本当に、なんていうんでしょう。結果的に本当に練習という話になってしまうので、長期的に、なんとかなっかとか、なんとなくできるっしょみたいな、なんとかなるっしょみたいな感じで、ひたすら続けていただけますと、僕としては嬉しいなという感じでございます。はい。それではまた違う動画でお会いしましょう。頑張って早弾きギタリストを目指してくださいませ。それでは、さようなら。